はい、皆さんこんにちは。今回はですね、休日に生釣りにやってきました。今日はね、朝一来たかったんですけど、ちょっと用事があったんで、真っ昼間からの釣りになります。なのでちょっとね、活性があまり良くないと思うんですけど、まあ気温はね結構あったかいんで、まあ気合が入ってるナマズだったら、あのトップでも来てくれるんじゃないかなと思いまして、今日はまずこのキャタピーから様子見たいと思います。この場所はちょっとね、水深が深いんで、なかなかトップでは来づらいかもしれないですけどね。ダメっすね。出ないな。ないのかな。
まあナマズじゃないかあれ。まあそこにいたナマズだよな多分。ほらほら、ナマズナマズナマズ。もうでもトップじゃ来ないな。ちょっとルアー変えてみます。ハニーナゲットに変えてみました。よし、こいつだったらどうかな。トップだとめちゃめちゃ反応薄かったから、こいつだったら、やべ、引っかかった。逃げちゃったかな。さっきの名前どこ行っちゃったんだろう。この辺にいると思うんだ。お、来た来た。マジくそ。くっそー、今ちっちゃかったけど、ナマズでしたね今の。50センチぐらい。今ゴツンって言った時にもう食ってたんだね。ちょっともうちょっとフッキングよかったかもしれない。よいしょっと。まあこれで来るってことはいれば食ってくる確率は高いですね。なんかいるぞ。危ない、コイだ。やばいやばい、コイがちょっと反応してる。いると思うんだけどな。どっか行っちゃったか。さあこれどうやって取るか。今日ネットが短いやつだから、こっから階段から行くしかないか。その間になんか逃げちゃいそうだけどね。よし、でもしっかりかかってるから、よし、こっから行きますか。落ちないように。危ないな。これ俺が落ちるかもしれない。気をつけないと。
聞いたことない。よし。待てよ、携帯落とすと困るから。携帯をスマホをこっちに持ってきますか。やばい、バカだ。本当に俺ってバカだよね。よし。OK。意外にでかいな。60ぐらいありそうだね。はい。ちょっとここが怪我してる。OK。やっぱトップではダメでしたね。よし。ありがとう。よし。はい、今日はね1匹釣れたんで、ちょっとまだ早いですけど、これで終了したと思います。まあ昼間にね、真っ昼はまあ今12なんですけど、まあ釣れたってことで、まあ、大満足ですね。最初はねトップでやってたんですけど、やっぱトップだと全然反応なくて、ちょっと場所を移動してきて、まあ、トップでやったら、まあ、多少はねナマズ反応してくれたんですけど、やっぱねトップでは食わないってことで、このハニナゲットにしたら、まあ2匹、1匹はフックアウトしちゃったんですけど、最後の1匹ちょっと60ぐらいあったんですけど、まあ、いいサイズが釣ることができました。これからまたトップでもねバンバンに来ると思うんで、これからまたトップでもやっていきたいなと思っています。それでは今日はどうもありがとうございました。